私今日メイク大丈夫？大丈夫です。いつもいや、そろそろやるよって言ったじゃん。はーい、皆さん、あにょはせよ、あにょはせよということで、あれ、もう始まってる？だってこの画面変わってないもん、全然。でさ、私いつもあっち向いてるけどさ、どっち向けばいいって今俺言ってる。どっち向けばいい？みんなどこ向いて喋ってる？そう、カメラがいっぱいあるんだよね。どこでもいいの？この辺でいいんじゃない？じゃあ皆さんその辺を見て喋りましょう。あ、でか別にいいです。普通に喋ってる感じで。はい、音入ってますか？はい、皆さん、6時30分過ぎまして申し訳ありません。まゆみんの綺麗になりたい、始まりました。よっこー。なんかいつもよりなんかすごいな、このパワー。だってもう今日はギャラリーがね、100名くらいいらっしゃってますね。すごいですね。なんかこう熱気で暑いぐらいなんですけどもね。もう今日はなんかね、お天気が夕方に入って雨が降ってきましてね。夜からなんか暴風雨みたいですので、皆さん、あんまり外に出ないように、夜遊びしないように、早く家に帰りましょう。よろしく。はい、ということで、前みんな綺麗になりたい、今日はもう元気よくスタートいたしました。今日はね、いろいろとお知らせしたいことがたくさんあります。まず最初にね、曲が流れていると、いた、いる、いる、いた、来ちゃった、あ、来ちゃったかな。まゆみの綺麗になりたいのね、冒頭と終わりには、平さんという素敵な、ギターの弾き語りをね、されるアーティストの方の曲を使わせていただいておりまして、今日も、流させていただいてます。今日はそのファンの方もね、今日は応援に来てくれたりとかね、すごい賑やかな、まゆみの綺麗になりたいなんですが、ちょっと、平さんのライブの情報もね、お知らせしましょうね。東京を中心に活動されている方なんですが、静岡にもいらっしゃるんですよ、結構ね。今週土曜日、3月23日土曜日に、三島の駅のロータリーで無料の路上ライブをやるということです。そして4月の6日にも、三島の広小路でライブがあります。ぜひお近くの方、またこの平さん、ぜひ生で見たいという方は足を運んでみてください。それからですね、東京の田園調布や代官山でもね、そうそう、田園調布は21日、3月26日は代官山という風にあるそうです。ライブがあるそうですよ。ぜひぜひ皆さん応援してください。すごくね、いい歌歌ってます、平さん。松によしというね、平さんね、覚えてください。平さんのブログもすごく人気があって、なんだっけな、2011年にライブドア有名人ブログに選ばれたぐらいですから、ぜひ平さんね、検索してください。よろしくお願いします。さあ、ということで、まず今日最初に、いろいろな告知をしたいという方が、番組に遊びに来てくださっていますので、ご紹介したいと思います。まずはお二人の素敵な女性です。イエーイ。はーい、この前の、番組でもあれですか、宣伝をしてくださったのかな、あきらさんの番組にも、あきらのタルトカフェにも今日は出演されたということです。はい、あら、お顔隠してるわ。素敵なお顔見せてくださいよ。はい、どんな宣伝でしょうか。はい、4月の14日の日曜日に、はい、焼津でやる合コンのイベントです。イエイ、ウォガシコン、ウォガシコンです。はい、もう焼津ではおなじみ、この辺ではね、ウォガシコンという名前はだいぶ浸透してきたんじゃないかな。そうですね、おかげさまで第5回目の開催となりました。もう5回目なんだ。どうですか、今までこうやってきて。そうですね、カップルになって、こう付き合いが始まったよっていう、報告もいただいてまして、嬉しい、はい、嬉しい報告もありまして、ちょっと、できれば継続してやっていきたいなと思ってます。はい、4月14日ということで間もなくなんですが、はい、どんな感じでしょうか。はい、男女100名ですね、うん、計200名で、はい、やるイベント で、うん、で応募はウォガシコン の、 ホームページからエントリーをしていただけます。はい、応募資格は20歳以上で、同性の2人組で参加のエントリーをしていただいてます。じゃあお友達同士とかですね。はい、そうですね、同性の、ね、女性同士とか男性同士の、はいはい、その2人1組でご応募お願いしたいと思います。はい、1人だとあれダメ。はい、ペアで、お店を回っていただくという。でもその方がいいですよね、1人ずつというよりは、その
お友達同士でっていう方が話が盛り上がっていいですよね。はい。へえ。焼津駅周辺のおよそ10店舗で飲み放題食事付きなんだ。はい。どんなお店ですか？具体的にはですね、ハートさん、はい、あとは山商亭さん、山商亭さんも近くですもんね、はい、あと道草さん、道草さん、はい、おでんが美味しいよね、はい、はい、この、もう周辺の10店舗、この辺の、もう矢崎周辺の10店舗で、はい、どのお店に行ってもいいんですか？一応受付の時にこの2店舗に行ってくださいっていうのを決められているんですが、はい、はい、ただ合コンが終わった後も、その後も気の合った方と、飲みに行かれたりもされてる方多いので、まあ、この合コンが全てではないので、なるほどね、はい、合コン後も楽しんでいただけると思います。これがきっかけでどんどんこう皆さんで盛り上がっていただきたいってことですよね、はい、で飲み放題で食事付きで料金の方は、はい、男性が1人7000円、うん、はい、で女性が1人3500円になります。お、女性に優しい、はい、合コンですね、はい、合コンってことはもう真剣に考えてる人だけだよね。あ、そうです、もう独身の方限定なので。独身限定か、残念だな、はい、くそ行ってみたかったなるほど、もうこれから、合コン、いろいろ男女の出会いを求めるって真剣にそういうことを考えてるっていう方ですね、はい、はい、独身の方に限りますからね、はい、はい、で今どうですか、お申し込みの方は。大体半分ぐらいいいですね、はい、いただいてます。ただまだ募集中ですので、はい、はい、あとここにウェルカム、お申し込みエンジョイ大作戦ってこれは何でしょう。あ、はい、合コンの前に、はい、出会いがまだあるよっていうイベントなんですが、具体的にはホテルアンビア諸風閣さんで、うん、カメラのフォトイベントがあったり、あとは受付の会場でオリジナルティーを作ったりとか、うん、あとはマッサージを受けれたりとか、うん、無料で楽しめるイベントもありますので、はい、大賀志向に参加してくださった方は無料で。じゃあこの日限定ですね、4月14日の前の時間ってことですね、はい、時間的にはホテルアンビアさんでやるイベントが1時半から、はい、で受付の会場でのイベントは3時からですね、はい、で合コンは5時半からになります。なるほど、いいですね。じゃあもうこの日1日フルに、はい、もう朝からもう朝ってお昼から諸風閣行って、はい、で夕方からはこっちの合コン参加してってことですね、はい、いいですね、楽しみですね、はい、もう実際にカップルも生まれてるわけでしょ、はい、でちゃんとこう結婚とかそういったとこまで行ってるのかな。まだその報告は、まあ、そうですか、はい、そういう人たちがねできると嬉しいですよね、はい、魚河岸湖の名前もいいですよね、やっぱりこの辺の焼津の活性化にもつながるような気がしますけどね、はい、はい、じゃあぜひ皆さん、4月14日真剣に男女の恋愛を考えているあなた、これを見逃してはないですよです、ね、Facebook とかでも、はい、宣伝もしてますし、申し込みはホームページからということです。はい、はい、魚河岸湖焼津、ここにね、今あきらさんが、このソーシャルストリームの方に男性7000、女性3500円、ハバキットさんもこうやって入れてくれてますので、ぜひこのねマイミンの番組も見ていただいて、こちらの方にも参加していただきたいと思います。はい、今日はですね、あ、お名前紹介しなかったよね、まずこちらからはい、曽根さんと天野さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい乗ってます。あと嬉しい報告にもまた来てください。はい、ありがとうございました。紹介させていただきました、私も楽しみですね、自分は参加できないんですけれども、やっぱりこうね焼津からたくさんの若者たち、いいカップルが生まれて、どん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 街が盛り上がっていくといいななんて思っています。頑張ってみましょう。はい、さあ、それでは続きまして今日のゲストをご紹介したいと思います。今日はなんと、お隣島田市から遊びに来てくださいました。はい、3名のイケメンカモーンイケメンって言ったら来たよ来たよ来たよ呼ばれたもんね。いや本当にイケメンじゃないですか、言われたことない。何みんな譲り合いの精神一番下なの、一番下、はい、で次は僕ですね。はい、ということで、あ、なんか持ってきたね、はい、なんか持ってきた、なんか、あ、なんか今持ってきた、わ、はい、なんかすごい、まあ後で言おうはい、ということで今日はですね、島田で、個人で商店を経営していらっしゃる
皆さんが店主ですよね、はいはい、じゃあまずは藤田さんからご紹介を、はい、島田市新田町というところで、乾物屋をしています。海産物どころ藤田の藤田と言います。よろしくお願いします。イエーイ、藤田さんです。あと予告動画もね、こちらに撮りに来ていただきました。ありがとうございました。そしてお隣の一番この中では若い方、あ、はい島田市の、商店街で、お店を経営してます、村松時計店の村松と言います。よろしくお願いします、はい、よろしく。あとでいいね、これはね、はい、はい、そしてこの後ろのイケメンは島田の東町で、柴木ショップという、木工雑貨のお店をやっております。柴木ショップの柴田です。よろしくお願いします。フェイスブックの柴田さんのアイコンがワンちゃんなんで、そうそうそう、実際のお顔を、ね、見ることがなかったんですよ。ただこの間テレビ出てたの。出てたでしょ。別に事件は起こしてない。ニュースじゃなくてね、特集のね、あの お店が、ね、紹介されてますよ ね、有名店ですから。おー、島田の有名 店、みんなそれぞれ有名店じゃないですか。有名店ですよね。皆さん某ブログではナンバーワン。すごい。どのブログ？あの石造家ブログでのアクセスランキングは常にもうトップ5ぐらいに入ってます。すごーい。さて、僕の父親のブログなんですけど。お父さんがブログを僕と別にやってるんですけど、僕らはまだちょっと、お店のブログがすごくアクセス数が多い。いや、どうやったら上に行ける、教えて。え、聞きたいよね。なんか書き方とかあるのかな。いや、夜な夜ななんかこまめに、こまめになんか配信、あ、その、入れてますね。やっぱお父様がやってらっしゃる。あ、僕もやってる。ああ、やっぱり夜な夜なまめにやることですね。そして、あとやっぱお店のやっぱ実力がある、いいお店だからっていうのが。あ、そうか、それを見ない。時計マニアにはたまらない情報が詰まってると思う。なるほど。そういう今度各店舗が3月24日に島田が熱いというイベントをやります。しまーつうれー。はーい、このね、チラシもすごくね、なんか熱い感じでね、なんかこう熱気が伝わってくるんですけど、これ藤田さん、藤田さんが実行委員長、はい、で皆さんが、参加店ね、今日はね、何件でした、今回27件ですね。27件のお店が集まって、はい、やるんですよね、島田がつい、はい、どういうイベントですか。この3月24日、うん、1日限定のサービスを、うん、その参加店の27店舗さんにあのそれぞれ考えてもらってます、サービスを。で、24日ですね、そのお店さんに行ってもらって、青空市みたいにどっか一箇所に集まるじゃないんで、うんうんうん、それぞれのお店さんに行ってもらって、そのお店で島津見てきました、島田がついてきましたっていう合言葉を言うとそのサービスが受けれる。なるほど。それぞれ違うお店なりの独自のサービスがあるわけですね。各お店でサービス内容を考えてもらってるんで、うん、割引のところもあれば、粗品新店行くだけでプレゼントくれるとこもあれば、うん、あとワークショップやるとこもありますし、うん、自分ちお店の駐車場でこうちっちゃいマルシェ青空市をやるとこもありますし、うん、ねえ、面白いですよね。これ島田がついは何回目なんでしたっけ。2回目です。はい、1回目どうだったんですか。1回目は、参加してない。あ、参加してました。はい、で、うん、1回目も、その広告とかを見てくれて、うん、お客さんでやっぱり島田が熱いって元気に言ってくれた時は、やってる僕っちもすごい嬉しかったし、はい、なんで2回目はもうちょっともっとパワーアップして今度開催するんで、はい。じゃあどんなところがパワーアップしてると思います。はい、今回は、まあ、さっき藤田さんが言ったマルシェもそうなんですけど、はい、あとコラボ出店で言って、服屋さんに、自転車屋さんの自転車を置いて、コラボ展示だね。そうですね、コラボ展示なんですけどいいんだよ。とかあと僕っちも服屋さんと一緒に、はい、こんな服に似合う時計を、うん、コーディネートしてもらうっていう写真を出したりとかして、参加店の他のお店の商品を、うん、陳列するんですよ。お店だ、そのお店のものだけじゃなくて他のお店のものも一緒にだからコラボレーションする。なんでここにいる芝木ショップさんでいうと、うん、芝木ショップさんで作った木のお皿を和菓子屋さんに持ってって、うん、おまんじゅうを木のお皿に乗っけて、並べ、うん、してもらうと、あとうちは乾物屋ですけど、はい、
乾物屋のケースの中に、うん、あの島田の参加店のスイーツを何品か並べて、うん、桜エビの横にスイーツ面白すぎねえ、乾物にスイーツでしょ、はい、今どんな感じでその乾物ってもうなんかもう決まってですか、何を送ってあ、はい、ね、うん、参加店、まあ、チラシ見てもらえば分かるんですけど、はい、シュエットさんっていう洋菓子屋さんの知ってます、シュエットさん、クッキーシュー、それだとエポーさんっていうパウンドケーキ屋さんがあるんですけど、はい、ここもエポーさん、はい、そこのパウンドケーキ、はい、あとクーパンさんっていうパン屋さんなんですけど、うん、そこにあのデニッシュの生地、パイみたいな生地の上にアプリコットを乗せた、うん、すごく美味しいのがあるんで、その3つを並べます、うん、それを乾物屋さんの、はい、知らせた桜エビの横に並べるという一緒に食べてねみたいな、乗っけてくって、乗っけてく、うん、どっち乗っけてく、ね、面白いコラボレーションですよね、うん、へ、だから結局、それこそしぼもくさんの器にねお菓子が乗ってたりして、うん、この器もいいね、どこでどこで買えるのっていうような話に、どこどこにあるしばもくショップさんの皿ですよ、うん、なるほど、そこへ行ってくださいと言ってで回す、また足を回す回す回すそこにはあるでも本当にね、うん、街中をこう一軒だけ来て終わっちゃうんじゃなくて、うん、お昼ご飯あそこで食べると美味しいよ、で午後も、うん、あなたが時計が好きなら時計屋さん行ったらとかっていうような、うん、こう、うん、そう、巡回してもらいたい、なんか情報が聞けるっていうのはいいですよね、うん、なかなか初めてのお店って入りにくいんですよね、うん、だけどもあそこの店のこの人、あの店長さんがそう言ってたよっていうふうに、うん、まあ、勧めてもらうと行きやすい、行けるきっかけになりますし、ね、そうですよね、あとこ の, 3あの参加店の、うん、まあ、どこもいいお店ばっかりですし、店主さんも感じのいい面白い人ばかりなんで、うんうん、その店主さんとこう会話をしてもらって、うんうん、でそのお客さんの中、趣味を聞き出すじゃないですけど、会話の中で出た雑談の中から、それだったら参加店にいいお店あるからここ行ってみたらって教えてもらえたりもするんで、なるほどね、この27店舗はそれぞれお店が散らばってるわけですよね、はい、島田市内に、島田市内なわけですよね、はい、まあ、車で行っても、うん、駐車場ありますから、駐車場は大丈夫、うんうん、ですよね、でその場所なんですけども、はい、それはどうやって調べたらいいんですか、ブログを見ていただいて地図も載ってますけど、はい、このチラシに載ってる QR コード、はい、これが地図の QR コードなんで、うん、これ携帯でピッとやってもらえば、これいいアイデアですよね、地図が出てきます、これだけ見てもあれ地図どこ行ったらいいんだろうって思ったけど、うん、QR コードでピッて地図が読めるっていうね、はい、そんなアイデアがこれ工夫されてますね、あとブログにも地図載ってますから、うんうん、今もう携帯でもね簡単にブログ見れますから、はい、はい、ブログでも、はい、島田が熱いで検索してもらえれば、はい、島厚でも出ないか、島厚でも出ないか、ひらがなじゃないと出てこないんですよ、ひらがなで島厚、あ、そうなんだ、でブログ引っかかりますから、カタカナじゃなくてカタカナだとね、うん、あの何番目かちょっと下の、あ、そうなんだ、見られないページ、へえ、ひらがなで島厚って引けばいいですね、はい、今ねこちらの方にもあきらさんが入れてくれましたね、あ、あ、石野さん頑張れ、私は愛知県で島厚しますよって、そうなんですよ、コメントありがとうございます、ね、このチラシには載ってないんですけど、はい、嬉しいですね、ワロハシャツっていう、はい、ワロハですね、絹の反物をシャツにする、うん、あの根茎さんって呉服屋さんがあるんですけど、はい、この方も島厚参加してくれてるんですけど、はい、この24日は、うん、あの愛知県の、長久手というところで、はいはい、展示即売会をやってて、うん、島田のお店はお休みなんですよ愛知で、そしたら愛知でも島厚をやってくれるって言うんで愛知のその展示会場行って合言葉を言うとあの日本手ぬぐいがもらえる、すごい、島厚の愛知支局が今回ある、そうです、ね、すごいですね、名古屋支部が、ね、名古屋支部ができたんだ、はい、であのワロハさんのはあの深川俊和さんがよく来てるんでしょ、あ、そうです、あの番組出る時の衣装で、衣装提供を、寿司食いねんの渋が来たい日本でワロハシャツを買えるのはこの根茎さんでしか買えないんで、おー、そう、有名店ですよね、うん、そういったこと でそういう個性的だったりとか、うん、すごいあの長所のある商品を持ってるお店が島田には結構いっぱいある、うん、そういう個性的な店結構あるんですよね、うん、なんかここの村松時計屋さんも、そうだ、この時計がな、これ何、お高いものでしょ、うわ、ロレックスいっぱいって縦にしちゃっていいの、あ、大丈夫ですよ、いいですか、はい、うわ
なんかあの新品だったら逃げた逃げた逃げた持ち逃げまあこれ中古なんですけど、おーおー、あの中古の時計ってやってるところが少なくて、はい、あの新品だったらどこでも買えるんですけど、やっぱ中古っていうとこう本当それ一品物で、その年代でやってきた時計たちなので、こう全国からやっぱネットでこう検索してもらってるうちに、たまたまこう欲しいものがヒットすると、沼津からだったり浜松からだったり、まあ足を運んでもらえるっていうのがやっぱうちのいいところかな。すごいですね。村松さんとこは買い取りも修理もできるんで、買い取りも修理も綺麗にリペアして、それを中古品として出してるんです。お値段もお安く。そうですね、マイメイさんだったらもう、はい、マイメイと綺麗になりたいんで特別割引あり。2つ目の合言葉。2つ目の合言葉。マイメイの綺麗になりたいで、もう破格ですよ、ね、破格で、破格みたいですよ。マジですか。マジか。おい、言っちゃっていいの。親父に怒られる。親父に怒られちゃうけど、まあ大丈夫ですね。すごいですよ。なんか考えてここの村松さんのところのサービス面白くて、どんなサービスですか、はい、村松さんは、行って合言葉を言うだけで買い物しなくても、うん、あの島田にあるさっき言ったシュエットさんってケーキ屋さんと、うん、あと龍月堂さんって老舗の和菓子屋さんがあるけど、あ、知ってる、龍月堂さん行ったことある。そこのどちらかのお菓子を一個引き換えれる引き換え券をくれる、うん、おー、言うだけで、言うだけで時計屋さんで、はい、ただでまんじゅう食べたかったら村松さんのところに行って、お腹が空いてどうしようもない。ロトリマヨソだったら僕って来て、うん、島田がついて言ってくれたら、うん、もう無料の引き換え券を、はい、でそれ持ってお店に行けば、はい、おまんじゅうかシュークリームか一個。すごいいいですね。ただ言うだけ、うん、もう赤字覚悟で、赤字ですよね、はい、だってお店ロレックス買わなくてもいいの。言ってくれるだけで、はい、すごい。僕もファンなんですよ、龍月堂さんとシュエットさんの、その味をもっと知ってもらいたいなと思うので、う今回優しいね。なんかすごいですね、島田って。なんかそういうこうなんか、まあ、焼津でも町、はい、町ゼミとかね、そういう活動があるんですけども、ね、こういうのはなかなか面白い企画だと思います。まあ、お店屋さん同士ね、横のつながりを持って一つのグループとしてもし動いていければ、さっきも言いましたけど、お客さんとの世間話の中で進めてあげれたり、うん、でここに入ってる参加店はどこもいいお店ばっかなんで、はい、商売人が認めるいいお店だって認める商売屋さんですから、うん、そこには間違いがないですし、間違いないですよね、うん、ね、ふっちゃさんとこね、はい、プチ聞きのりっていうの、はい、これがすごい気になるね。聞きのりって、聞き酒も聞いたことある。そうです、おのりの食べ比べってしたことないでしょ、うん、したことないですよね。それを24日うちに来ていただければ、うん、普通のよくあるおのりと、うん、すごく美味しいおのりと、うん、どれほど味が違うのかっていうのを体験してもらえる、うん、やっぱりこう高い、お高いものは美味しかったり、 あるんですね。日本一の単価の海苔を前回食べさせてもらいました、うん、どうでした、食べてみて。うまい。やっぱ違います、そこらで売ってるスーパーで買うのと違う。だからそれをどれほど違うかを感じに来てくれれば。そっかそっか、食べないとわからないもんね、うん、へえ、聞き海苔が比べるんですね。そうです。あと人気商品の試食会とかって、はい、普段うちはお店で試食をあまりやらないんで、どうせだったらによく出る商品何品か試食ずらっと並べといて、うん、で実際食べてもらってお好みの味のものを選んでもらえればな。でどんなものが出るんですか。まあ、かつぶしですとかしらすはそうなんですけど、あとおのり、あと佃煮、あ、佃煮もあるんですね。あとうちのオリジナルの商品で無添加のふりかけだったりお吸い物もあるんで、おそれも味わってもらおうかなと思って。なるほど、お吸い物もそこで飲めるんですね、はい、へえ。芝木さんはどんな感じですか。うちはね、サービスっていうよりも、うん、駐車場で芝木ミラクルマーケットという、おー、ミラクル、ミラクルですから。すごいな。でね、島田では初出店になる、うん、静岡清水では結構ブイブイ言わしてるガンモバーガーが、聞いたことある。食べたことあります。ガンモバーガーどう、美味しい。美味しいですね、あれ。ガンモってことはガンモドキってこと、うん、ガンモドキのバンズにお米のパティに手作り の、 ソース、ソース、よくイベント、焼津イベントとかでも、お見かけしたことあるんですよ。実際に食べたことないんですよ、うん、まだ。すごい美味しいっていう噂は聞いてる、うん、それが来るんですか、はい、あと、ガンモさん1週間に1回しか開けない、うん、
幻のクッキーや武田ビスケット。武田ビスケットって、どこなんですか。元は藤枝にあるんですよ。1週間に1回しかお店開いてない、開けないんですよ。どんなそれくらいしか作れないらしいです。あとはそういうイベントでの露店出店、うん、お店あるの。お店があるんだ。お店かそういうイベントがでしか、へえ、なんかそう余計食べたくなっちゃうね。ねえ、食べたことある？僕ないです。僕ないです。もう食べたい。君、うまいから。食べたい。僕は食ってもらえます。ビスケット？ビスケット。へえ。あとスコーン。スコーン。スコーンですね。あ、スコーンも作ってるんだ。そういうマーケットを、で芝木さんの木の、あの木の製品も出しながら。それはお店の方で、お店の前の。工場内とそこら辺で皆さんに広げてもらって、はい、あ、ミラクルマーケットは10時から15時までなんですね。そうです。だからミラクルなんです。だからミラクル。ミラクル。あの他にもそういう自分家の軒先だったり駐車場を使ってのマルシェが4月24日には全部で4カ所あるんで、そういう青空市巡りも島田市内でできちゃう。お天気もね、もう晴れます。晴れますね。晴れます、はい、今日は降ってくれれば。大丈夫、後ろで誰か変な人思うんですけど気にしないでください。はい、いってらっしゃい。というわけで、はい、いろいろ宣伝していただきましたけども、あと、ね、残り時間あとわずかになってきましたけど、まあお天気も良さそうですし、はい、はい、合言葉は島田が熱い。はい、島田が熱い。熱いでも、島田が熱いでもいい、島厚でもいい。あ、島厚できました。でも、はい、うん、でもいいですか、はい、合言葉は、はい、島厚で、はい、あ、煮干しも売ってますかとかね、いろいろコメントも入ってますよ。はい、売ってますよ、大丈夫ですよ。はい、あと島田が熱い海苔好きですとかね。美味しい海苔あります。チキ海苔しに来てください。チキ海苔行きたいですね。はい、はい、ありがとうございます。あ、西谷明子さんもシュークリーム食べたいよね。あのこのクッキーシューって言うんですけど、うまいですよ。あの前回の島津の時にはもうお昼前で売り切れちゃって、うん、あ、そうだったんですか。へえ。ぜひ時計屋さんにシュークリームを食べに行きたい。ああ、時計屋さん行きたいよね。はい、私のロレックス大好きなんですよね。私の古いの持ってっても買い取りしてもらおうかな。高価とか買い取り。高価だよ。普通の買い取り価格じゃダメよ。高価ですからね。しますと言ってください。あ、しますと言ってね。わかりました。じゃあもう3月24日は本当に島田がね、暑い一日になりそうですけれども、はい、島田ではね、あの他にもいろいろねイベント、キャンドルナイトもこの間行われたり、やりました。はい、またいろいろとあの暑いイベントがこれからもありそうですか。そうですね。うん、というか、まあ島田は静かな街になっちゃったんで、さびれてる。いや、そんなことない。だって島田の空港だって、ね、ここ行ったことはありますよ。私は韓国行きますから何回か行ってますけど、なかなか、でもやっぱ現状、うん、藤枝とか焼津とか近い隣接してる市の方でも、うん、なかなか島田に遊びに来る機会っていうのは少ないと思うんですね。やっぱりこう焼津の人が静岡行っちゃったりとかするし、なんで、まあそれでも島田にはこういう魅力的ないいお店がいっぱいあるんで、それを知ってもらって、うん、一軒でもファンになってくれれば、うん、あのでそれで島田まで足運んでもらうにはこう27軒のお店が一斉に面白いことやりますって、うん、みんなして大声で言い合えば、うん、なんかいろんな人の耳に届くんじゃないかなと、うん、すごくすごいパワーになると思いますし、すごくこう皆さんの熱意が今日伝わってきましたし、本当にこの島田が熱いというイベント、これを機にもっともっとね、いろいろなお店がもっと自分たちもやりたいって言って増えていくかもしれないですよね、はい、お店同士がまた、はい、なのですごく楽しみなイベントです。3月の24日1日、いろいろな時間帯は朝9時からやってるお店もありますし、お店ごと営業時間は様々なんで、はい、龍月堂さんなんか朝8時から営業って書いてますけど、働きも早いですね。8時じゃまだ寝てるはい、それぞれのお店の時間も載ってますので、興味のある方、行きたいという方は、まあ、ブログもいいですし、フェイスブックも見れますし、ブログには1件ずつ営業時間だったり場所だったり、うん、サービス内容1件ずつ紹介してますから、そちら見ていただければ、はい、そうですね、ぜひそちらで見てお出かけいただきたいと思います。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日は島津から皆さんにお越しいただきました。本日さんと柴田さん、村松さんでした。ありがとうございました。
がとうございます。ありがとうございます。まだいいです、最後一緒に締めましょう、はい、ということで今日のマイミーの綺麗になりたい、そうそう、お別れの時間になってきました。3月24日といえば、実は私もですね、私事ですが、アキラのタロットカフェのアキラさんと一緒に、ライブを夕方午後6時から、やります。お歌を歌います。歌手としてやりますということで、お母さん頑張ってます、はい、静岡のね、ペパンさんっていうね、ところで、はい、夕方6時から、チケットの方も若干余ってますので来たいという方はぜひ、ご一報いただければね、アキラさん、はい、マイミンとアキラ頑張って歌いますのでぜひぜひ遊びに来ていただきたいと思います。はい、ということで同じ日ですから一緒に、はい、私も朝行けたら、はい、頑張って、はい、お店にどちらか、はい、探索に行きたいなと、はい、私島田にね、週1回行ってるんですよ。月曜日にK-POP の、ね、ダンスを習いに朝ポポラまで行くんですよ。ダンス習ってるすぐ下がお店です。ポポラ隣じゃない。あ、行く行く今度。じゃあ顔出すから、はい、じゃあクッキー酒用意しといて24日以外にも行く行くって足から見て24日以外にもじゃあ遊びに行かせていただきたいと思います。はい、今日はこんな感じでお届けしました、まゆみの綺麗になりたい。次回は4月になりますが、4月の1日の放送で、焼津のグーテさんというパティスリーグーテの長野さんに来ていただいて、いろいろとお話を、ね、知ってるでしょ、はい、魅力ある個展で今入ってます、はい、お名前だけは、はい、ね、長野さんに来ていただきまして、そして、この番組の時間帯が、ね、4月からリニューアルになりまして、5時45分からのスタートになりますので、またぜひ、皆さん見ていただきたいと思います。はい、今日はこんな感じでお届けしました。それでは皆さんと一緒にさよならしましょう。はい、はい、ではまた見てね。ありがとうございました。3月24日、しまつよろしく。しまつ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 。駆け引きが強く君の声を奪ってしまった。心と体のギアニュートラルに戻そう。立ち止まり振り返り穴の開いた坂道を一歩ずつ確かめてさあ始めよう。この手を離さぬように誰かにずっと祈ってるさよなら。言葉を今心にしまってさ、行き止まりなら壁を越えてその先へ行こう。ありふれた二人でも世界を変えられる。この手を離さぬように誰かにずっと祈ってる。ありがとう言えなかった言葉を今空へと返そう。
表紙に映る君を見てる素敵な笑顔で僕を誘う後ろ側で引っ張っているピアノ線は僕には見えない。手にしたその時全てが変わる。そんなことはこの世にいくらでもある。大切なことはどこにでもある。ただ一つだけ変わらないものは君が望むものを全部手にしたら君の悩みや憂鬱な思いは消え去るだろう。僕は君の車に乗って物憂げな明日を見手にやる宝物にうんざりしてる。僕は古いアパートのベランダに座って空が泣くのをずっと見ていたい。まっすぐな瞳、傷だらけの交差点、君の声が聞こえる。僕の肩に背負える荷物は大きそうで重たそうなもの。僕が望むものを全部手にしたら君は僕の横に立って指を折り数える。到底僕には手の届かない高さ。裏庭に咲く星のかけら拾い集め君には届かないんだろう。意味ないだろう。君の車に乗って物憂げな明日を見手にある宝物にうんざりして